はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今日はね、近畿の24で高杉新作試していこうと思います。高杉はね、こんな感じですね。超アンチダメージウォール、無属性耐性、あとアンチワープですね。アビリティ的には完璧、無属性耐性のおまけ付き。でストライクショットさっき使ってみたんですけど、12ターンのね、通常の昇降霊味方当てた味方が飛ぶプラス、仲間3人がね、一緒に攻撃をしてくれますと。で、防御アップと超強貫通拡散弾で。なので、まあ、この極に対しては、本当にいい適正キャラだと思います。これ結構火ダメ痛いんですよね。ダメージスモークとか、今出てないですけど、ダメージスモークとかも出るんで、そこを防御アップでカバーしてくれる。プラス、号令でね、処理がしやすい。しかも12ターンと軽め。もう最高じゃん。使っていきましょう。友情コンボも結構処理しやすいしね。処理じゃなくて、反撃モードを発動させやすいんで、とりあえず高杉に当てとけば悪くはない。悪いことにはならない。っていうイメージがあります。プニョの処理。ここね、でも加速踏んでるからもありますけど、いけるかな、これ。ちょっと変えます。OK。でも、まあ、結局でも加速踏んじゃったんですけど、高すぎね、スピード400あるんですよ。攻撃力とか HP は別に飛び抜けであるわけじゃないんですけど、スピードはね、しっかり400持ってるんで、雑魚処理とかは非常にしやすいキャラなのかなと思います。電撃。電撃助かるわ。ほんと前回ガブリエル使ってね、電撃のあり方もよくわかりました。これは強い。今回も、高杉使ってみた動画なんですけども、前回使ってみたであげたんですけど、今回は完全に土適正ってことで使ってますからね。ミスった、マジで。今狙いとしては、ダメージスモック潰した上に回復もするよっていうのをお見せしたかったんですけど、がっつりスモックで終わったね。死んじゃう。まあ耐えれるでしょ。クラウドもね、重心化とかしてくれれば多分、超土適正になると思うんですけど、残念ながら重心化ないだろうな。今のままであれば。FF コラボ3出るかな？出ない気がする。やべ、倒せなかった。マジか。これ倒せないとね、ガブスタートになっちゃうんですよね。初手でプニを処理することは絶対に無理なんで、まあ、しょうがないんだけどね。焼かれたね。じゃあ、ステージ3、やっていきましょう。ガブさんはね、ほんと4巡に1回超最高の雑魚処理をしてくれるんですけど、あくまで4巡に1回ですからね。これ適当にサンダーバードの近くに置いてきました。ここは比較的楽なんだよね、雑魚処理が。プニョも2体です。2体であれば全然楽なんですけど、これがね、ボス1だかな？ボス1か確か。そう、4体とかいるんですよ。すごいめんどくさい。何が言いたいかっていうと、近畿の24が嫌いって話です。触っちゃった。OK。そしたら次、そうか、リチャードか。リチャードはね、SS が死んでますからね。このクエストで反射変化する意味は全くないんで。で、スモック潰しときます。次のガブでもよかったか。なんかめっちゃ与えてる。何これ、電撃か。なるほどね。そうだね、リチャードがあそこまで削んないよね。ガブはね、電撃も中央弱点であればめちゃくちゃ削るんで、本当にね、このクエストの反射枠普通使わないけど、反射枠の中では絶対に土適正ですね。もう勝てない方いたら、ぜひ使ってみてほしい、ガブは。まあ今回あくまで高杉なんですけどね、メインは。高杉さん、一回撃ってみようかな。多分12ターンの昇降霊だよね。
行こうか。あ、同じだよね。さっき使ってみたんですけど、さっきね、24ターンで打ってみたんで、やべえやべえ、全然稼いでない。はい、全くもって活かしてませんでしたけども、一応こんな感じです。12ターンでこの火力ならまあまあ十分でしょ。うわ、ちょっと届かねえか。あ、いいね、友情コンボロックかかってないじゃん。ガブかー。ガブかー。ガブもね、これ、まあ、贅沢言い過ぎですけど、8ターンで使えたらなっていう気はしますね。まあ、強すぎか。オーランチだもんね、一応。もともとがね、ダメージオールとワープ持ってるんで、忘れがちなんですけど、この子、オールアンチなんですよね。SS が。16ターンのオールアンチだけでもすごい破格なんですけど、やっぱ軽めの SS が最近は嬉しいかな。いや、軽いか。さっきから言ってる言葉全部自分で否定しますけどね。はい。というわけで、ステージ4やっていきます。さあ、ここは決めたいな。ちょっと変えようかな。スピード400の力。あー、しかも角度が悪い。電撃ナイス。マジか、剣持つと電撃でワンパンなの。新事実ですね。ガブに剣をつける大きなメリットが分かりました。ガブワンパンなんだ、すげえな。オッケーオッケー。リチャードはダメを突っ込まなきゃそれでいい。で、ガブさんは今度こそダメージスモックを潰して回復してほしい。あ、まあ十分かな。2個潰してくれて HP マックスだし。こうしとくとね、次のキャラが全然動きやすいんで、助かります。電撃。ナイス。ほんとね、電撃が強いですね、やっぱ。剣持ってるのもありますけど、今3体目のスタート火力であれだったんで、剣は大事だね。高すぎ。おー、強い強い。まあ、攻撃アップとかもしましたけど、剣も取りましたけど、そっか、剣取ったからか。ただそこまで別に高攻撃力キャラじゃないしね。5ターンあればまあいいでしょう。リチャードは無理しない。ガブは最悪 SS がありますから。最悪ね。じゃ、このクラウドで決めていきましょう。もう HP 的にも決めたいしね。次が友情コンボロック。あれされたね、後々がめんどくさいんで。うっそ。これだよなぁ。そう。先々月かな、先々月最初クリアした時は紋章力つけてたんですけど、やっぱね、攻撃力、ちょっと足んないなって時ありますね。ガブに最初に触ってればよかったのかな。はい。じゃ、とりあえず突破ですね。本当にとりあえずになっちゃったけど。で、リチャードは、でも場所がいい、よかった。これ場所良かったら楽なんですけどね。これ場所が悪いと結構やりづらいんで。まあ、好きなところじゃないね。次はクラウドが動くんで。ここでいいや。あ、それた、嘘でしょ。もう反射タイマー一切読めないからね。あ、そっち行ったか。そっちに行ったらそっちに行ったで悪かない。いや、電撃強いね、本当に。多分今ね、電撃のエフェクトとかが発生しなかったら左側の雑魚は残ってましたね。ガブは強い。ボス、やっていきましょう。
ああ、高杉からか。これいけるか？次に、あれですよね。ダメ、使っちゃおう。いや、いけるか。場所いい、場所いい。これでいける。いけなかったらやばい。あ、いけたよかった。加速ありがとう。そう、次のステ、次に今逃してしまうと、ダメージボタン貼ってきたよね。そう、ダメージボタン貼られた状態でリチャード処理するのは私の技術はほぼ無理。で、さらにガブレールも SS を使わなきゃ無理。っていうことなんで使いました。さあ、これもでも難しいよね。アンチワープなし攻略をしてる人はね、アンチダメージオールなしか。あら、神だよ。あ、ちょっと遅かったか。どっちにしてもダメだったな。クラウドの場所も別に良かないしな。まあ、最悪ここでいつも私いつもね、SS 使ってたんで、まあ、使っていきます。うわ、強え。強いけど、強いけど、いや、生かしきれなかったな。全然弱点入んなかった。ティポーンも処理する予定だったんですけどね。予定外だな。とりあえずこれで OK でしょう。さあ、高杉は2段階目打っていきたいんで、このままやっていきます。スモック潰した方がいいかな？おー、超ダメージオールのおかげか。まあまあ削りますね。超ダメージオールプラスガブの攻撃アップか。いいね。リチャードのターンでこんな削りはもう同じ。ガブ、ん？左上来る。確か左上移動？ちょっと覚えてない。どっちだったかな。移動しなければ嬉しいけど。したか。移動するか、ここで。高杉のね、防御アップが生きてたら嬉しかったんだけど。しゃあない。でもそうか、そう考えたら高杉の無属性耐性生かしてそこでダメージをスモックを潰した方が、まあ今更ならね、より良かった気がします。はい。そういえば改めてやってみると、孫一を使わずにやるのは初ですね。だから高杉が孫一クラスに使えるかどうかっていういい実験です。嘘。あー、マジか。いや、このミスね、めちゃめちゃでかいんですよ。絶対やっていけないレベルの。油断してなかったんだけどな、2体処理をミスるのはあかんよ。ぶっ飛ばせ。無理か。そうだよな。ここクラウドで処理するのは意図もたやすいんですが、その次が一手しかないんだよね。二段階目使ってもいいんだけど、まあ、使うしかないか。確かね、弱点、反応は右下左下上なんですよね。ターンがあればこの角度で打ってみるんですけど、ビビってるんで、ストライクショット。あぶねー。まあでもこうやってね、一発で逆転してくれるのは嬉しい。逆転っていうか、ピンチを乗り切らせてくれる SS は、すごい心強いですね。高杉は欲しいな。高杉2体編成したいな、本当に。これ強えわ。スモック全破壊ナイス。ナイスだけど止まって、オッケー。で、ガブか。で、クラウドで結構与えないと、
ょっと間に合わないな。てこれノーダメだよね。いや、こんなもんか、クラウドは。残り3ターン、4ターンか。まあ、最悪ガブ打ちますね。負けるよりはいい。おー、いいね。これでかい。まあ、靴が湧いてなかったら無理ですけどね。これ突っ込んだらダメだね。下行って帰ってこれるか。危ね。いや、焼け死んだ。まあ、焼け死んだけどしょうがないか。ガブの SS が取っとけただけ良かったと思います。使うか。次、クラウドで。あ、でも、クラウド、いや、処理しやすくはないね。いけなかった。いや、いけるな。クラウドに任せます。この投下してくれるのは助かる。これ投下しなかったら、そこそこ難しいからね、ここだけでも。オッケーオッケー。で、あとは、雑魚処理して、まあ、いつも通りか。キポーン2体がね、重い。とりあえずサンダーバード一発で終わらしたいな。いけるかな、これ。あ、ミスった。ミスったな。ガブリエル、使うか。ガブ使おう。おお、マジで。ごめんなさい。今のは、何にも考えてませんでした。ガブの近くに置いて加速させたいなぐらいだったんで、かなりラッキーですね。どう引っ張るのが一番効率的か、かつ回復できるか。これでいいか。反撃モード発動を最初にしてもらって、加速して加速して3踏みして。おっと、ちょっと残っちゃってる。でも蘇生しないもんね、確か。焦った。さあ、高すぎ、ガツッといってもらおう。ちょっと1段階目ですけどね。本当はここで2段階目使いたかったんですけども、まあしょうがない。行こうか、回復しつつ。これ全員動いてるよね。大光栄なのかな。違うよね、さすがにそんな強くないよね。当たった味方が、味方が当たれば飛ぶから、多分それで全部飛んでるように見えてるやつか。オッケーオッケー。で、ガブで回復してあげて、クラウドの SS で。前回もね、確かにクラウドの SS で終わったんだよね。あと回復とダメージスモックは潰しておきます。おっと。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。多分ね、今カンクサンダー当たんなかったら終わってたな。高すぎ強えな、本当に。高すぎね、
ごめん、孫一より強いかも。私の中での土適性っていうか最適性が孫一だったんですけど、孫一よりも友情コンボの、友情コンボでね、反撃モードの発動が安定してる。要は、超弾ってどこ飛んでくかまずわかんないんで、それプラス、SS がね、すごく強い。あんなん12弾じゃねえよ、普通。はい、ありがとうございます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。今月はね、ちょっと20の国周回してみようかなと思ったりしております。ほいじゃ、バイバイ。